産業経済新聞社産経新聞印刷株式会社産経新聞印刷は東京都千代田区大手町に本社を置く印刷会社である。本校は株式会社産経新聞制作も一体として記述する。産経新聞社の印刷部門を分社化した子会社で主な印刷物は産経新聞グループの各新聞のほか、荒川区や浦安市上等区 東住吉区など自治体の広報誌、早稲田大学や常成大学などの大学広報誌などで発送業務も行っている。首都圏と関西圏に4カ所のセンターがある。2009年2月には産経新聞印刷の三原センターが大阪府の大阪サステナブル建築賞の建築賞特別賞に選定。橋本徹知事から表彰状を贈呈された。 2010年5月には廃止した芝浦センターの建物を用途転換させたオフィス商業複合ビルタブロイドがオープンスタジオやイベントスペースがありファッションブランドデザイン関連企業などが集積斬新な塗装の外壁で東京湾岸のシンボルビルとなり2011年8月には港区の創設の景観町づくり賞に選ばれた 2016年3月22日から毎日新聞社系スポーツ日本新聞社発行のスポーツ紙スポーツ日本の受託印刷も始めた。対象は近畿地方の一部や北陸地方に配達しているスポ日約4万部で産経新聞印刷の北設センターで印刷している。2017年5月15日から神戸新聞社発行のスポーツ紙デイリースポーツも 受託印刷を始めた。対象は、関西圏と北陸地方に配達しているデイリーで、産経新聞印刷の大淀センターで印刷している。淀川沿いにある、産経新聞印刷大淀センター2017年11月17日には、産経新聞印刷の千鳥センターで、市川市消防局と浦安市消防本部による合同消防訓練が行われた。東京ディズニーランド、 東京ディズニーシーや大型ホテルなど大規模な建物も多い、東京湾岸のため、初動対応を重視する訓練として選ばれている。なお、東北地方には、産経新聞と仙台放送、U メディア、プレスアートとの合弁による、仙台新聞印刷で1986年から2015年まで、中国地方と四国地方には1988年から2016年まで、 自社岡山工場で各々現地制作した新聞を発行していたが、現在は東北地方と四国地方は読売新聞、中国地方は岡山県岡山市と倉敷市の山陽新聞のそれぞれの工場に印刷を一択している。ありがとうございます。